片倉ク月カは、戦国時代から江戸時代前期にかけての武将、伊達家の家臣、伊達政宗の近所となり、後軍師的役割を務めたとされる。仙台藩片倉氏の初代で、カ月ツの通称を小十郎は、代々の当主が当衆して名乗るようになった。兜は、神不要家、月前立筋兜。ツスジ工事年現在の成島八幡神社とされる。 やわ宮の新職、片倉経営の次男として生まれる。聖母は、本沢おさかべまなの娘。威夫姉は、政宗のうばの北叔父に、異級歳影さいかには綱元は、義理の兄にあたる。影綱が幼い時両親が、相次いで亡くなってしまう。姉の北とは、二十歳くらい、年が離れていたため、母のような存在で、 加月綱は北に養育されていたが、間もなく、親戚の藤武に養子として預けられた。だが、その藤武に男子が生まれたため、加月綱は北の元に戻ることとなり、再び共に暮らした。姉の北は、文武両道に通じ、兵将を好み、講じたという。弟の加月綱も、北の教家を強く受け育った。永禄十年、主君の輝き衆に、着子の正宗が生まれると、 か月つの姉、北は、政宗の、うばを拝命した。天正年間初め頃、伊達家の城下米沢で退官あり、その時のか月つの活躍が認められ、輝き衆の徒語賞として使えることとなる。その後、遠藤はじめしの推挙によって、天正三年に政宗の金字となり、後重臣として徴用されるようになる。天正十年、伊達明衆が、相馬氏を攻めた際に、 政宗が、足名森高から援軍を取り付ける交渉をして、成功しているが、森高からは加月名が政宗の副審として、認識されており、森高から加月名に宛てた、書状、片倉大大記書集忘年9月11日付、片倉クラ・カゲ宛て、足名森高書状には、今後の政宗への取り次ぎを期待されている。天正十三年の一鳥橋の戦いや天正十六年の、 郡山合戦、天正十七年のすり、上原の戦い、天正十八年の小田原征伐、文禄二年の文禄、慶長の役、慶長五年の関ヶ原の戦いなど正宗の主要な戦争の大半に参加して、伊達氏の機能を救っている。小田原征伐に際しては、豊臣秀吉方へ参陣するよう述べ、伊達正宗に小田原参陣を決意させた。また、 城代においては、足立軍日本松城代番、忍武軍大森城主、欧州市沖後は、佐沼城主、渡城主などに任ぜられた。影綱は、伊達市の対外交渉における取り次ぎを担当し、伊達正宗の発給した外交文書の多くには、影綱の添え状が添えられている。関ヶ原の後の慶長7年、市君、正宗が、 仙台藩主になると一国一条例が敷かれる中、特例として残された白石城一万三千国の上司を賜るも病のため、渡り領内の神宮寺村で療養し、慶長十年の春に白石へ移った。慶長十九年からの大阪の神では病床に付していたため、正宗に従うことができず、着死の茂綱を参陣させた。玄長年、病のために死去。 去年59、昭和3年、生後位を追贈された。ありがとうございます。